ヤーキス天文台はアメリカ合衆国ウィスコンシン州ウィリアムズベイにあるシカゴ大学所属の天文台である。ヤーキス天文台は1897年に資本家チャールズ・ T ・ヤーキスの援助を受けたジョージ・エラリー・ヘールによって設立された。この天文台はそれまでの単なる望遠鏡と観測者の収容施設という天文台の考え方を変え物理学や 科学の研究室と観測装置とが統合された施設という近代的な概念を代表する天文台となった。ヤーキス天文台には有名な工学技術者のアルバン、クラークが製作した合計102センチメートル屈折望遠鏡が存在する。この巨大な望遠鏡は1893年に開催されたシカゴ万博に展示されて来場者を驚かせた。 現在でも屈折望遠鏡としては世界最大である。この大屈折望遠鏡に加えてヤーキステン台には合計1 0 2トルと6 1トルの反射望遠鏡もある。その退屈かの小光景の望遠鏡が教育目的に使われている。ヤーキステン台で現在行われている研究には生漢物質の研究、球状星団の形成、 赤外線天文学、地球近傍天体の研究などがある。さらに、シカゴ大学はこの天文台内に大規模な技術センターを所有しており、科学実験装置の開発、メンテナンスを行っている。2005年3月に、シカゴ大学は、ヤーキス天文台の施設と土地を売却する計画を明らかにした。最初の報道では、 この計画に興味を持つ団体として2社が挙げられていた。一つは東海岸の開発業者であるミルボー社で彼らはこの土地に高級住宅を建設することを希望していた。もう一つはウィリアム・ズベイにキャンパスを持つオーロラ大学であった。これに対して地元の環境保護団体であるジェネバレーク・カンサー・ビーシーは歴史的に重要なヤーキステン問題の建造物や 望遠鏡教育、研究のために残すことだけでなく、約77エーカーに及ぶ、開発の手が入っていない貴重な緑豊かな湖畔の土地や森林を保存することは重要だとする立場を取った。6月7日に、シカゴ大学は、天文台とその周辺30エーカーの土地、及びこの区域に含まれる湖岸すべてを保存するという条件付きで、天文台施設を800万ドルで、 ミルボー社に売却すると発表した。ミルボー社の計画によれば、大規模な温泉施設を持つ100室のリゾートホテル、来客用の駐車場、その他補助施設が、ジェネーバ湖の21マイルに及ぶ湖岸に面した人での、入っていない自然豊かな森林の中に作られることになっている。この天文台の土地は100年以上前に、ニューヨークのセントラルパークを設計した有名な、 造園家のフレデリック・ロールムステッドによって設計されたものである。ヤーキス天文台の102センチメートル屈折望遠鏡。ヤーキス天文台は1996年の映画、チェーンリアクションの舞台の一つとして使われている。この映画では、天文台の敷地内での銃撃戦や凍ったジェネイバ湖の上でエアボートによる追跡劇などが行われた。また、 映画の登場人物の一人は、最初の登場シーンで、この天文台の40インチ屈折望遠鏡を肉眼で覗いている。ありがとうございます。